ました。あ、楽譜、楽譜知りませんか？あの時入れ違ったんじゃないかと思うんですけど。迷惑なんだ。ああいうこと歩いてるとさ、こっちが優しい人間に見えてくるじゃん。題名はまだないんです。そう、私が作った曲だから。作曲か、すごいね。趣味でやってるだけで。あ、でも一番大切な楽譜だから、ありがとうございました。3回目お礼言われんの。あ、奨学金の、あれはもういらないんだ。そうですか。ずっと待っててくれたんですか？君も待っててくれたから。通り道なんです、病院通ってて。そう。木の芽が少し膨らんだなとか、昨日とは違う風が吹いてるなとか思いながらここ歩くのが好きで。歩くのが遅いとね、街の中でも綺麗な風景って見つけられる。急ぎ足で通り過ぎたらもったいない。私、あの交差点苦手だったんです。だから楽譜拾うの手伝ってくれた時嬉しかった、とっても。そんな大げさなことじゃ。もう行かなきゃ。じゃあ気をつけて。はい。津川さん。あ、名前書いてあったから、あの紙に。あ、曲ができたら聴いてくれますか？いいよ。英子です、泉英子。じゃあまた。はい。人はよく他愛もない約束を交わす。さよならの代わりにまたねという。名前しか知らない俺たちはもう二度と会うことなんてない、そう思っていた。
吉彦の病院か。宇川さん。どうも。これ届け物預かっていた。お前ぎっくり腰になりそうで。すいません。あのさ、今月分の家賃まだなんだけど、こういつもいつもだとさ、ほらうちの亭主がうるさいのよ。今これしかなくて、今週中に払いますから。今週中ね。はい、必ず。あ、ちょっと待ってください。これ田舎の名産で、母親が。ああ、もういつも悪いわね。よかったらどうぞ。スイカ2つもらっちゃったらね、家賃待ってあげないとまずいかなんて。いえ、ごちそうさま。父親は地元の名士、母親は大地主の娘。金の苦労など一度もしたことのない裕福な家庭の一人息子。それは全て俺のでっち上げた作り話。若葉銀行の息子に沢原真嗣に近づくためについたささやかな嘘。軽くついた嘘のはずだった。はい、お待たせ。特製 BLT。 ありがとう。真嗣スペシャル。あー、腹減った。どうかした？この人ちょっと怖いな。待てよ。ああ、イヤリング。まさかタキシードのままプールに飛び込むなんて思わなかったな。どんな人なの？まだ付き合って半年だけど、すごく気が不思議だよな。そう。達也？中にいるね。助けて。
お、しんちゃん載ってるよ、誕生日パーティーの写真。しんじのツーショット付き。小宮山グループの果てしない欲望。娘婿は若葉銀行のサラブレッドの服着たよ。これゆきちゃん買いくつってんの。しんじいまいちだよね。そんなの買うなよ。え、バーグ。でもさ、しんじはいいじゃん。ゆきちゃんとツーショットでサラブレッドでしょ。かっこいいじゃんね。だよね。なんでゆきちゃん買っちゃったの。来ればよかったの。なんか気分が悪いって。まさかできちゃった。なんか、え、できちゃった。違うって。じゃあ達也は。達也、達也はまあ地方新聞止まりじゃん。ああ、鳥取系ね。お待たせしました。ビールでございます。ちょうだいちょうだい。こっちに。もしもし。あっちか。うん、ありがとう。大丈夫だよ。え、女じゃないよ。その人一緒。はい、今日のおすすめ。写真って。うん。じゃあ変わるよ。うん。うまそうだな。エビじゃん、エビ。よしひこ。はいはい、どんね。もしもし。直人の友人の小田切です。直人はいいやつです。信用してやってください。あ、オレンジ病院やって。もしもし。うん。達也。ちょっと。また今度かけるよ。うん。じゃあね、バイバイ。どうかした。ユキの様子がおかしいんだ。多分こんな記事が出たせいだ。俺たちはただ好きだから結婚する。なのに周りは違う目で見てる。悔しいよ。なあシンジ、お前にとってユキちゃんって何。え、お前言ってたよな、子供の時の話。迷子になった時、ゆきちゃんがしっかり手を引っ張ってくれたから安心できたって。だったら今度はお前が彼女の手引いてやれよ。食べちゃうよ。ああ、お前だったら大丈夫だよ。俺はいつでもお前の味方なんだから。サンキュー達也。美味しいよ。はい。ごめん。どれうまい。タコ。これこれこれ。タコも美味しい。タコうまい。そっちちょうだい。この間交差点で会った子。ほら、足の悪い。あれやっぱ達也の知り合い。いや、そっか。いや、ちょっと可愛かったからさ、ほら、紹介してもらおうかなとか思って。何の関係もないんだ。あ、今日はしんちゃんのおごりです。マジで。ごちそうさま。ごちそうさこれ。あ、楽譜帰ってきたの。あの人がね、交差点でずっと待っててくれたの。すごい、よかったじゃん。きっと英子先生のこと好きなんだよ。次のデートの約束した。ううん、先生の方から誘っちゃいなよ。連絡先知らないんだ。え、聞かなかったの。バッカみたい。同じ人と何回も偶然会えるわけないよ。でもさ、もしもね、もう一回でも会えたら、それって運命。そう。会えなくてもいいんだ。私ね、もう作曲なんてやめようって思ってたの。でもね、楽譜が帰ってきて、まるでこのまま続けてもいいんだって言われてるみたいだった。だから私、頑張ってみようかなって。頑張って。さよなら、英子先生。またね。さよなら。嬉
スよりおしゃべりに来てるみたいね。はい、泉です。泉、英子さんいらっしゃいますか？はい、私ですが。津川達也です。明日会えませんか？津川達也、もう幼馴染なんだろ？はい。鳥取だか島根だか岐阜だか。鳥取です。あ、鳥取か。親父会社の社長なんだってな。え？あいつ戻ってくる気ないんかな？早いのにな。今謝れば俺も思いっきり。親父？走り続ければいいんだろう。どこまで行けばゴールが見える。このまま走り続けるしかないのか。うわーっ、最悪。うわー、悪い、すまん。今何時？くだらねえな、パーティーなんて。おい、脱げ。市民になるぞ、ほら。脱げって、ほら。いいですよ。小宮山不動産の部長さんがこんなところで何やってるんですか？企業秘密。仕事仕事で戦場のような毎日。ひとときの憩いの時間を君のシャツなんか洗ってる俺。いいね、素敵だね。自分でやります。大丈夫だよ。派手なパフォーマンスだったな。ジャンプやろうと思ってもなかなかできるもんじゃない。狙いが何なのか興味あるね。関係ないでしょ。それともただ目指したいだけか。まあほどほどに頑張れよ。なんだ、頑張ってもこんな気象落ちねえのかよ。悪い。クリーニング代いりません。いいから。じゃあな。よく取れてるだろ。
それも専務が。気どころ常務は傾きかけてます。あと一人こっちにつけば社長の息の根を止められる。まだ迷ってんのか折原。あんな土地に70億もの金つぎ込まれたら。もう一度だけ社長と話をさせてください。入札思いとどまらせることができれば。できるもんならやってみたまえ。お願いね。今日はあのドレスなんだ。お母さんあのドレスが一番似合う。戻るのは夜中になるわ。バッハの平均率レッスンしておきなさいね。はい。お母さん夕方からちょっとだけ出かけてもいい？高校のお友達と会うの。誰？お友達に会いたいならお家に呼びなさい。もうあの時みたいに心配かけないで。奥様お時間です。行ってらっしゃい。もしもし、君？ああ、俺、ナオト。何やってたの？一回試してみたくない？え？ビジュアルだけじゃないでしょ、達也。私は、しんちゃん一筋？でも、男なんて比べてみないと分かんないよ。あそこのコーナーだよ。違うよ。だから聞いて、君。うん、女じゃないの。友達と一緒にビリヤードやってる。変わろうか。ちょ、しんじ。ごめん、たく。ナオトはいいやつだから信用してください。はい。サンキュー。これぐらいわけと信用。よし、プライドないね。ないです。あ、全然ダメ。俺もうビリヤード飽きちゃった。クラブ行こう。ナオト、クラブ行こう。あ、俺今日パス。ごめんね。じゃあ、シンジは？あ、俺たちもパス。今夜オペラ行くんだ。フィガロの結婚。いいなぁ。え、今夜だっけ？え、行ったよな。しんちゃん大丈夫？忘れられてるよ。もうせっかくいい席取れたのに。ごめん、明日かと思ってた。どうしよう、服着替えてこなくちゃ。あ、大丈夫だよ、そんな。大丈夫です。しんちゃんかわいそう。やってけんのかな。はい。ほんとだ。俺かわいそう。あと忘れ女？女？昨日はごめん。ちょっとは嫌だな。どういうつもり？会いたいんだ、二人きりで。海岸通りの不動公園で5時に待ってる。勝ちたいんだよ、君と真珠の20年に。行かない。来るよ、きっと君は来る。ユキ、どうかした？なんでもない。よし、行こう。ちょ、来てみ。
泉英子さん。俺津川達也の友達です。なんかあいつ急用ができて間に合いそうもないって、だから代わりに迎えに行ってくれって頼まれたんです。困ったな。達也、俺例の頼むよ。達也。もしもし。直人はいいやつだから信用して。あの、来ると思った。何？二人だけで会いたかったんだ。君もだろ。だから俺に会いに来た。思い上がらないで。かわいそうだから来てあげただけ。君じゃないとダメなんだよ。友達でしょ、しんちゃんの。それが何？君の過去は真実のものかもしれない。だけど君の未来は俺にくれないか。もうすぐだよ。ねえ、あいつのどこがいいの？え？津川達也、どこがいいの？あの暗くて気取った顔？それとも私もう帰らないと。あいつの何知ってんの？ここでいいんで降ろしてください。さあ、あいつ嫌いなんだよね。嫌いっていうか、マジ死んでほしいって感じ。
跡が目立つようですが、始めますか。はい、泉でございます。英子は奥様です。ちゃんとしてるかしら。はい、きちんと。ピアノの音が聞こえないけれど。今さっきまで練習なさってたんですけど。変わってくれるかしら。なんだか寒気がするとおっしゃられて。もうお休みになってしまいました。そう、開演10分前です。よろしくお願いします。の奥様、リサイタル頑張ってくださいま。大丈夫だよ、もうすぐ会えるからさ。嘘なんでしょ。須川さんに頼まれたなんて嘘でしょ。何、俺が嘘つきだっていうの。お願いします、返してください。嘘ついてんのは達也の方だって。俺をバカにしてんだよ、田舎者のくせに。燃え上がってんじゃねえよ。あいつは君のこと知らないって言ってたよ。それでも達也がいい。お嬢さん、お帰りなさい。折原さん、うちに来てるなんて知らなかった。社長と二人で話が。あの、彼は。おやすみなさい。折原さん、きっと勘違いした。だから恥ずかしいじゃない。あなたとの関係誤解されたら迷惑なの。もう私に構わないで。私が好きなのはしんちゃんだけなの。あなたみたいな人大嫌い。何考えてんのか分かんない。教えてやるよ。Thank you.
直人。もしもし。津川達也さんですか。そうだけど。助けて。助けてください。助けてください。直人はいいやつだから。信用して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 。雨は嫌いだ。雨の日は俺の人生を狂わせる。君の人生を巻き込んでしまったのもまた雨の日だった。渋滞のガラス越し君を見た気がした。声にならないその叫びはあてもないまま。鮮やかな季節が思い出に溶けたら、無邪気なあの瞳